IAI スカウト、IAI スカウト IAI スカウト IAI スカウトは、1970年代に、イスラエルのイスラエルエアクラフトインダストリーズによって、開発された軍用の無人航空機である。IAI スカウトは、1973年に、初飛行に成功し、先に、イスラエル軍に投入されていた、タディラン電子工業製の UAV タディランマスティフの対抗馬として開発されたもので、 マスティフとほぼ同じようなサイズ、性能を持っていた。1970年代のイスラエル軍は、こういった無人偵察機の必要性を強く感じており、マスティフに続いてスカウトもイスラエル陸軍に配備され、1982年のガリラヤの平和作戦には、マスティフと共に実戦投入された。なお、IAI スカウトには、ヘブライ語では、という名前が付けられており、意味は、 オリオールである。また、後術の IAI の開発部門の名を監視、マスラットスカウトと表現されることもある。IAI の開発グループは1974年に試作した無人機の初飛行を行ったが、この機体は性能に満足のいくものではなかった。IAI スカウトとなる機種の開発が始まったのは1977年とされ、完成したスカウトが最初に、 公の場に姿を見せたのは1979年のパリ航空省であった。1981年にはスカウトを導入した南アフリカ空軍によってプロテア作戦において初めて実戦投入された。1982年のガリラヤの平和作戦ではイスラエル軍は北部のベッカー高原におけるシリア軍の地対空ミサイルサイト制圧作戦である。 モールクリケット19作戦において空中発射式で故意である ADM-141 のイスラエルによるライセンス生産型であるサムソンと共にスカウト及びマスティフを投入し28機の地対空ミサイルサイトの発見及び破壊に成功したこの戦争においてイスラエル製偵察用無人航空機の有用性が証明されアメリカ軍の興味を引くこととなった 1983年にアメリカ軍がレバノンに駐留して、以降はその傾向が顕著となり、1984年にはアメリカ海軍から無人偵察機開発の要求仕様が出されることになった。この要求に対して IAI とタディランそれぞれの無人機開発チームは協力して応じることとし、IAI の無人航空機開発専門の部門としてマスラットが誕生した。 また、アメリカ軍は純粋な外国製の兵器導入には消極的であったため、新型機の開発には、アメリカの航空機関連企業であるアーイコーポレーションとの共同開発という形が取られることとなった。このような経緯でマスラットとアーイコーポレーションにより共同開発されたパイオニアは、アメリカ軍の選定プログラムに勝利し、1986年より、 RQ- にパイオニアとしてアメリカ軍への部隊配備が行われることとなった。マスラットはこの後もスカウト及びマスティフの近代化改修や新たな無人航空機の開発を行っている。またマスティフと異なり IAI スカウトはいくつかの国にも輸出されている。1992年には IAI マスラットの新型無人偵察機である IAI サーチャーが イスラエル空軍に配備された。IAI サーチャーも、スカウトや、マスティフと似たような外見の騒動機であるが、全長、全幅は約2倍、重量は約4倍になっている。こういった後継機種の登場により、イスラエル軍のスカウト及びマスティフは2000年代、中頃に退役したと見られている。IAI スカウトの機体構造は先に開発された。 カディラン・マスティフに極めて類似しており、脳型体のような形状の機体に長方形の直線翼を持ち、機種部分には光学機材、機体の後部には推進用のプロペラを装備し、尾翼はツインブームによって保持される構造となっている。この機体構造は、前述の R9 マイナスニッパイオニアや後継機種の IAI サーチャーをはじめとして、多くの無人航空機でも採用されている。 スイス空軍博物館に展示されている、スカウト IAI スカウトの三面図式展、諸言性能。ありがとうございます。